こんにちは、賃貸の正樹です。本日は奈良市6条2丁目にございます3人ハイツ6条という 2DK アパートのご紹介をさせていただきます。まず私がいますのが洋室となっておりまして、約6畳ほどでしょうか、ゆったりとした広さのある、洋室となっております。まあ、こちらの方ですね、ソファーやテレビを置いていただいて、リビングのような形でお使いいただけるようなお部屋のお間取りとなっております。またですね、もちろん、エアコンの方とテレビの方も設置可能となっております。こちらの方を開けていただきますと、バルコニーとなっておりまして、こちらの方でですね、お洗濯物やお布団ですね、干していただけるような、バルコニーがついたお部屋となっております。はい、また、こちらのお部屋ですね、収納スペースございまして、こちらの方を開けていただきますと、こういった、棚の収納がございますので、こちら、工夫して使っていただければと思います。はい、こちらの方がですね、ダイニングスペースとなっておりまして、こちらもゆったりとした広さのあるダイニングとなっております。ダイニングテーブルなど置いていただけるような広さもございますので、ご安心ください。キッチンもですね、こちら、新しくなっておりまして、こちらシングルレバーで大変使いやすいキッチンとなっております。こちらの方にお好きなサイズのパソコンも置いていただけるようになっておりまして、上の方ですね、こちら収納スペースもございますし、こちらの方ですね、下の方開けていただきますと、こちらの方にございますので、お鍋やフライパンの収納には困らないような、収納力がある、キッチンとなっております。またですね、こちらの方が、玄関スペースとなっておりまして、こちらの方でですね、下駄箱の方もついておりますので、こちら靴やブーツなども収納していただけるようになっております。はい、こちらの方に室内洗濯機置き場がございまして、こちらの方がですね、お手洗いとなっております。大変おしゃれな、お手洗いとなっております。はい、またですね、こちら、少し照明の、関係で切っているんですけれども、バスルームと、洗面台が、ついておりまして、こちらもバスルームもですね、大変広々としておりますし、上の方に換気扇もついておりますので、こちらもご安心ください。最後に、和室の方ですね、すいません。ダイニングの方にですね、こちら上の方を見ていただきますと、屋根裏収納がございまして、こちらの方ですね、上の方に上がっていただいて収納スペースもございますので、こちらも大変嬉しいポイントとなっております。はい、こちらの方もですね、約6畳ほどの、和室となっておりまして、こちらの方にもですね、エアコンの方を設置可能となっております。また、こちらの方にはですね、押し入れ収納がございまして、こちらの方を開けていただきますと、お布団派の方であればお布団の収納などにお使いいただけますし、また、突っ張り物をしていただければお洋服なども、収納できるような、押し入れがついたお部屋となっております。はい、スーパーもですね、徒歩圏内ということで大変高リッチな物件となっております。ぜひご覧いただければと思います。詳しい内容に関しましては弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。